Thank you.
バイエルンミュンヘン対リガルース。この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤豪さんです。よろしくお願いします。どうもこんばんは。よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日はどんな試合になるんでしょうか。そろそろ試合が始まります。さあキックオフです。ここからサリハミキック左サイド、まずは中央から行きましたがボールはつながっていきません。再び奪い返した。プレッシャーをかけます。ヒーピア、ディフェンダーとしてプレーします。短く出します。クラウチ、ウィナー、右サイドだ。コース上げるか。いけるか。ここはヘッドでクリア。狙ってきた。シュート、ちょっと遅かった。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。いいシュートでしたよ。さあ通るか。結構スペース見つけたいですね。ここまで来た。合わせた。ボールはゴールです。大きく飛び越えた。しかしすごいシュートでしたね。惜しかったですね。もっと空中での競り合い、素早く回している。先制点のチャンス、遠くから行った。このシュートちょっと強かった。シソッコ、シュートを打ちましたけれども。